中国政府、今度はチェコを同う台湾訪問で。先日、チェコの上院議員らが台湾を訪問したことについて、中国の外務大臣が次のような発言をしてしまいました。中国政府と人民は絶対に雑誌することはなく、禁止眼的な行為と政治的な爆打に高い代償を支払わせる。台湾問題で、 一つの中国に戦いを挑むことは14億人の中国人民を敵に回すことで国際的な配信行為だとなっておりまして、えー、さらに中国外務省の張立憲報道官は中国の主権をわざと侵犯し内政に乱暴に干渉する反中勢力の悪辣な行為だチェコ側が直ちに措置を講じ 誤った行為による非常に悪い影響を取り除き、両国関係の体制を損なわないように強く促す。どのような行為も台湾が中国の一部であるという事実は変えられない。台湾独立の企てが目的を果たすことはないとなっておりまして。まあ、中国政府は、中国共産党はこういった恫喝によって、まあ、チェコを 的に回すことになる見込みでございますが、こういった他国に対する批判はですね、あっても仕方がないのかなと思いますけども、このようなあからさまな恫喝を行っても、チェコの皆様の感情をさらにですね、 悪化させるだけでございますので中国政府にはぜひともこれ以上世界中を敵に回すかのような同活を繰り返さないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました